ナベグラビは、ジョージアのグリア州、チョハタウリ地区にある村落。ナベグラビテミの中心地、グバゼウリ側の右岸にある。海抜は475メートル。チョハタレウリの南東13キロメートル、サジャバホの鉄道駅からは、南方18キロメートルに位置する。チョハタウリイコールバフマロ道路が村を通っている。村内には、 公立学校がある。国勢調査による人口は次の通り。鍋グラビは温泉のある保養地となっている。鍋グラビの気候と流出する炭酸水素ナトリウムを含む炭酸水には治癒効果がある。自然の落葉樹と植林された新葉樹林が豊富である。年間平均気温は摂氏12.1度であり、 最も寒い1月の平均気温は摂氏3.6度。最も暑い8月の平均気温は摂氏20.2度である。この地で採水されるナチュラルミネラルウォーター、鍋グラビはボルジョミの一種であり、飲用や入浴に用いられる。胃腸管、肝臓、胆管、腎臓、骨、皮膚、神経系の病気の治療に使用されている。治療効果が高く、 好楽客の数は年々増加している。保養地の年間を通じて利用されている。鍋ラビテミの構成集落と、そのベ鍋ラビタブパンタクバブガチハコーラ鍋ラビを中心ととして、鍋ラビテミと呼ばれる共同体を構成している。鍋ラビテミを構成する集落は、次の三村である。鍋ラビタブパンタクバブガチハコーラ。ありがとうございます。